らいやがれ。行くぜ。ねえぞ。大体よ、鉄砲使うなんて卑怯千万だ。そうでそうだ。おう姉ちゃん、酒だ酒。でもよ、あの穴があんだけ強いってことだ。やつはもっと、ひっ、何が天下の大将金組地獄極楽丸様だ。名前からしてふざけた野郎だぞ。たぶん七本の刀を操るったって人間様二本しか腕がねえんだ。俺たち五人の賞金稼ぎにかかりゃ赤子も当然よ。赤子にやられるようじゃおしめえだな。オードリア、今なんつってと、いやなんだ。うるせえんだよおめえら。起き上がれ、ぶっ殺してやる。俺様を誰だと思ってやがる。おいぞ、へい。七本の刀、 てめえはまさか。おめえらごときに七本はもったいねえ。お望み通り二本にしといてやら。なめやがって。しまいまして、黄金竜の話をさせていただきましたところ大喜びで行かれましたです。はい、
黄金竜だ。ヨタの話かましやがって。噂っすよ噂。長崎の町じゃその話で持ちきりで。おいぞ、へい、先長崎へ行って調べてくれ。やってんでさ。てめえな。はい、ここの団子は天下一品だ。おごるぜ。あばよ。とどめ刺されるかと思った。泣くなよ棟梁。賞金稼ぎもうやめようぜ。おゆり、ずいぶん遅かったじゃないか。何やってたんだい。面白い話仕入れてきたぜ。奇遇だね。あたいも面白い話聞いたんだけどさ。あんな、おう、どうだった。マカオから来た南蛮人が連れてきただの。陰陽師が天から呼び寄せて倒幕に使ってるだの。もうむちゃくちゃな話ばっかりです。ち、もう知ってたのか。浮世離れした話だが、火のねえところに煙は立たねえ。で、どの辺に出るんだ。地獄極楽丸とその一味、神妙にお名前につけい。つけられたね、トギゾー。足っすか。ちょうどいい。訪ねていく手間が省けるってもんだ。旦那、新しい武器だ。うわっ、じゃないか。旦那、新しい武器だ。頭だ。
身もよこせ。うめ。身もよこせ。とっとと逃げるよ。身もよこせ。すんのさ、聞いてないよ、竜の出る場所。なーに、奴が教えてくれてら。奴？この先の主がな。この先へ、父さん。服部半蔵。俺たちは港へ来てだけなんだ。死に急ぐか、お主。俺様を誰だと思ってやがる。
天下の大賞金首地獄極楽丸様で。こんなやつらに黙ってねえで、もっと逃げましょう。